トベオフィシャルジャパンの有明アリーナでの公演に関するオフィシャルグッズ販売が発表されました。トベオフィシャルストアでの事前販売が2024年5月7日火曜日から開始され、5月13日月曜日まで行われます。トベオフィシャルストアでは有明アリーナでの公演に先駆けてオフィシャルグッズの事前販売を実施します。 ファンの皆さん、準備はいいですか ?2024 年5月7日、火曜日から5月13日、月曜日まで、期間限定でお楽しみいただけます。飛べスタッフからの素晴らしいお知らせが興奮を呼び起こしています。2HEROZ のペンライトは、そのトップが取り外し可能であることがわかり、 非常時にも使えるというアイデアにファンが熱狂しています。なぜなら、ライブ後にはそのトップだけを買い足し、台座を使わずにトップだけをコレクションとして飾ることができるからです。ファンのアイデアは素晴らしいですね。やはり、ファンの視点からのアイデアは新鮮で素晴らしいものです。トップだけを買い足してコレクションとして飾るアイデアには、 多くの人が賛同しています。そのアイデアの創造性と実用性に感心している様子がうかがえますね。ライブに行けなくても、グッズだけでも購入して楽しもうと考えているファンも多いようです。また、ペンライトのトップが取り外し可能であることに驚いたファンも多く、その新しい仕様に期待と興奮が高まっています。 家にあるペンライトも試してみたくなりますね。新しいデザインがどんな風になるのか本当に楽しみです。ペンライトのトップが取り外し可能であることに加えて個数制限があることもファンの関心を引いています。ライブまでにみんなに届けるために妥当な制限だと理解されているようですね。制限があるからこそ より貴重で特別なグッズとしての価値が高まるのかもしれません。さらに、ペンライトのトップを付け替えることができるという革新的なアイデアに対する歓迎の声が相次いでいます。これまでにない新しい体験がファンを待ち受けていることに期待が高まります。トップが取り外せるペンライトは非常時にも便利ですね。ファンの皆さんは、 そのアイデアに大いに盛り上がっています。ライブ後、台座を使わずにトップだけをコレクションとして飾ることもできますから、これも嬉しいポイントですね。そして、ペンライトのトップを変えるアイデアは、多くの人々から賞賛されています。ファンの立場から生まれたアイデアはいつも新鮮で素晴らしいものです。 飛べオフィシャルストアでの販売開始を楽しみにしている声も多くあります。ライブに行けなくても、グッズだけでも購入して楽しむことができます。ペンライトのトップを変えるアイデアは、本当に素晴らしいですね。毎回購入するのに抵抗があった人も、これで気軽に楽しめるかもしれませんね。また、 ペンライトのトップが変更できるということで、ファンたちの妄想も膨らんでいます。万が一、復活当選した場合、会場でしか手に入らないグッズを手に入れるためにはどうしたら良いのか、という楽しい悩みもありますね。飛べオフィシャルジャパンからのこのお知らせに、ファンの皆さんは大いに喜んでいます。ライブに行けなくても、 グッズを通じてイベントの雰囲気を楽しむことができますからね。そしてペンライトのトップが付け替えられる仕様は本当に画期的ですね。どんなデザインが登場するのか楽しみです。次回のトベのライブが待ち遠しいですね。それまでにオフィシャルグッズで気分を盛り上げましょう。それでは5月7日の販売をお楽しみに。 今回の新しいグッズに関するお知らせに対して皆さんの感想や期待が聞きたいですね。あなたが購入したいと思っているグッズは何ですかペンライトのトップを付け替えるアイデアについてどのようなデザインが期待されますか楽しい議論をしてみましょう。いよいよ2024年5月7日からの販売が待ち遠しいですね。 トベのオフィシャルグッズを手に入れて、心を有明アリーナに飛ばしましょう。楽しみにしているファンも多いことでしょう。あなたはどのグッズが欲しいですかこのニュースに対するファンの反応は非常に熱狂的です。2HEROZ のペンライトはトップが取り外し可能であるため。 非常時にも使えるという優れたアイデアにファンの間で盛り上がりました。しかし、今回の新しい販売戦略により、トップだけを買い足すことでライブ後には台座も不要でトップをコレクションとして飾ることができるというさらに嬉しいニュースがファンに届けられました。その一方で、ファンはペンライトのトップを交換するアイデアにも興奮しています。 これにより、毎回の購入負担が軽減され、グッズの価値がより長く続くことが期待されます。さらに、ライブに参加できないファンも、グッズを購入してライブ会場の雰囲気を感じることができます。テンライトのトップを交換するアイデアは、ファンの創造性と熱意を示す素晴らしい例です。これは、 アーティストとファンの間に緊密な絆を築く上で重要な役割を果たします。また、これによりファンは自分らしさを表現し、コンサート体験をより個性的なものにすることができます。しかしながら、この新しい販売戦略に配屈化の疑問もあります。例えば、個数制限が設けられている点や、 ライブ会場でのみ購入できる商品もある点に関して、ファンからは不満の声も聞かれます。これに対して、公式からの説明や今後の展望についての情報が期待されています。また、今後の展望として、ライブの円盤化についての要望もあります。これにより、ライブに参加できなかったファンも、 コンサートの臨場感を味わうことができ、アーティストとのつながりを深めることができるでしょう。トベオフィシャルジャパンの公式グッズ販売に関するこのニュースは、ファンにとって待ちに待ったものであり、ますますトベの活動に対する期待が高まっています。5月7日の販売開始を楽しみにしています。今回の新しい販売戦略は、 ファンとアーティストの関係をさらに深めることができる素晴らしい機会です。あなたはどのようにこのニュースを受け止めますかペンライトのトップを交換するアイデアに興味はありますかそれとも他のグッズに期待していますかこれからの展望についてあなたの考えを聞かせてください。